こんにちは。5月から6月にかけて4年ぶりに3週間日本で過ごしました。オーストラリアに帰ってきてから2ヶ月が経ちます。日本滞在中は本当にこう日本人の人の心の優しさとか思いやりというのがすごく伝わってきて、本当にこう嬉しくなる瞬間、ありがたいという、 こう感謝の心が、溢れてくるような瞬間が本当に多かった滞在になりました。私のように母国を離れて海外で住む人、まあ、日本人に限らず海外で住む人や日本の中でもふるさとを離れて、他の地域で、地域や都会で過ごす方には本当に分かることだと思うんですけど、こう帰る場所がある、帰って会いたい人がいる、会った時にその人たちの幸せそうな顔を見ることができるっていうのはもう本当に嬉しいことで、そういう瞬間があったり、それがあるから、帰る場所があるから心の支えになって違う場所にいても頑張れるっていうのはすごくあると思います。本当に、日本というのは本当に本当に素晴らしい国で、こう私が思う日本の素晴らしさっていうのは、もちろんこの綺麗な自然もそうだし、安全な環境っていうのももちろんそうなんですけど、それよりもっとベースにあるもっと大きな部分っていうのは、日本人の繊細さや美しさという国民性にあると思っています。で、私はそれが日本の一番の誇りだと思っています。で、そういう性質というか気質を持った日本人、まあ、私たちのご先祖様がこう築き上げ、また今につなげてくれた2600年の日本の歴史があり、今私はそれを学んでいます。で、同時に今の現状というのも一緒に学んでいます。その3週間の滞在中では本当にこう日本の素晴らしさ、日本人の素晴らしさをかみしめる瞬間がすごくあったんですけど、同時にこう海外からこう入って、日本に入っていくことで見えてくることもやっぱりあって、でそれで日本の課題、日本が今持つ課題や問題にもこうをかみしめるというか、もうそれを感じることがありました。で、一番の、あ、ここが問題だなって思ったのが、ちょっときつい言い方になるかもしれませんが、日本人の政治に対する興味のなさ、無関心さと、また意識の低さっていうのが一番の問題だと思いました。で、今日はこれ以上は言いませんが、この動画で何を一番私が言いたいかというと、私はその日本という国は本当に素晴らしい国だと思っていて、で日本人は本当に世界の誇りだとも思っています、信じています。でそれを守っていきたい、守ってこれからの次世代の子どもたち、今の子どもたちが大人になった時、またその孫たち、私たちの孫世代の子どもたちが大人になっていく時まで、今の美しい日本、日本人の気質っていうのを守っていきたいっていう思いがすごくあります。で、それをするためにはと考えると、やはり政治っていうのが答えかなと思っています。で、まあ、これが一番言いたいことなんですけど、その私は、この思いを実現できると思う参政党という、政党に党員として入会しました。
で、その参政党というのは、自分、投票したい政党がないなら自分たちでゼロから作ろうというような、ことを訴えている政党であって、もう私たちのような普通の一般庶民がこれから政治というか、まあ国づくりとか国守りを自分たちで考えていって、自分たちでどうにかしていこうっていうことをみんなで話し合って作っていくっていう政党です。で、その参政党の党員になってから1ヶ月が経っています。で、私は今その参政党の愛媛県の、愛媛の支部に入っていて、その愛媛の参政党の仲間たちと一緒に毎週ミーティングをしながら話し合って、自分たちのできることをしていっています。あえてどうしてこれをここでこう動画で発表しているのかというと、これから必ず私の言動とか活動にこう現れてくると思うので、まあ、あえて予告というか、こう、まあ、友達が減ってしまうのも覚悟していて、まあ、それを先にあえて、私はこういうスタンスというか、こういうところに今いますっていうのをあえて伝えておきたいと思いました。で、そう、友達がもしね、減ってしまうかもしれないんですけど、でもそれ以上に大きな思いが私の中にはあって、どうしてもやっぱり守りたいものがある。で、で、人はこう守りたいものがある時は本当に多分強くなれると思っていて、そう、それを、まあ、自分の心に正直にこれからも進んでいこうと思いますという覚悟を持っての、動画になります。まあ、できるならお友達と一緒にこういうね、国づくりの話、日本、私たちの大好きな日本、まあ、私の大好きな日本、ね、皆さんの、日本、生まれた故郷、ふるさととして日本をこれから一緒に守っていくっていうのを一緒に話し合えたらいいなと思っています。では、そういうことで、バイバイ。